前提前提は、住宅地、屋敷、城内、敷地において建築物の前にあるには、国会前提など、住宅庭園も参照前提は、医学、生物学などにおいて何らかの機関の手前にある、平坦な部分。高校前提、秩前提など、前提は、内時にある機関のこと。本記事ではこの前提について述べる。前提は、内時にあり、重力と、 直線加速度を司る感覚器官、前提器官の名でも知られる。前、下内側は下牛と、五条外側は三半器官と接する内耳の中央部にある器官である。三半器官同様、内部はリンパ液で満たされており、三半器官や下牛に通じている。内壁には、卵系能と球系能という二つの耳石器が、中耳側には前提窓と、 加牛窓がある。磁石器の数は、哺乳類は卵系脳と球系脳の二つだけだが、魚類、両生類、爬虫類、蝶類はさらに三つ目の磁石器として、壺のを持っている。これらの磁石器の内部には、炭酸カルシウムでできた平行差があり、感覚細胞につながっている。これが重力や直線加速度によって傾くことで、前提神経から脳に刺激が送られる。 側頭骨の岩様部にある内耳は骨迷路と膜迷路に分けられる。前提は、前提、下牛、骨半器官、内耳道の四部からなる骨迷路の一部にあたる。前提内側は内耳道底、外側は個室内壁に接する。外側壁に前提窓、下牛窓の二項があり、前提窓は卵円形で個室に通じ、あぶみ骨底がこれに合わせて閉じる。 下牛窓は前庭窓の五加方で円形もしくは三角形を停止、結合組織性の第2鼓膜に閉ざされるが、下牛腰使いに通じる。内側壁には前提量が垂直に走り、2枠を前後の漢王に分ける。前側は休憩の関王で休憩のを配置。後ろ側は卵系の漢王で卵系のを置く。内耳動程になる部分に古い上半。 マキュラクライブローサがあり、内地道程から膜迷路に分布する神経束が通る。古い上半は卵形脳関王中の上古い上半、球形脳関王中の中古い上半、卵形脳関王下部の下古い上半の三部に分かれる。ありがとうございます。